曇ってますけど、いい天気ですね。お、なんか晴れそうな感じ。ちょっと青空が見えてる。桜がありますね。新馬のふもと駐車場。まずはお天気チェック。7時から晴れなんだ。ちょっと山の風と天気は撮影してるスマホでしか検索できないんで、またちょっと後で見ます。山頂は5度とか6度ぐらいなんですよね。晴れるといいな。今日の朝はちょっとプロテインだけ飲もうかなと思って、最近は私はこのマイプロテインの、これなんだ、黒糖ミルクティー飲んでます。美味しいですよ。出発までゆっくり飲もうと思います。朝ごはんですね。今日の朝ごはん。おいしい。コーヒー入れていきたいと思います。よいしょ。今日はちょっとこの酸味がちょっと強いモカブレンド、ちょっと甘い香りのモカなんで、濃いコーヒーを入れるか薄い
どうするかちょっと悩んだんですが、水分多めで薄めでこの量をこの一杯入れていこうかなと思います。まあ、だいぶ薄い気がするんですけど、まあ、薄くてもいいかなっていうちょっと思ってます。そんな感じで、ああ、いい匂い。今日もこのまま直接入れてみよう計画です。一応非常食をプロテインバー3本用意してます。よいしょ。今日はこぼさず入れれるかな。ちょっとね、お湯が多いんでね。一旦ちょっと蒸らしまして、はあ、うん、いい匂い。映像的にはね、左の方がね、左だとやっぱ難しい。こう左でやり続けたら上手くなるのかな。やり続けてみますね。注ぎ口がわからないよ。結構お湯多いな。最後もお湯だな。ちょっと薄めのコーヒーできました。どのくらいあったかいまま山頂に残ってくれるでしょうか。結構あったかいといいな。よし、では準備します。下運動でズボンですね。上何かあった時のタオル、靴下入れておきます。お水2リットル、ちょっとした非常食、プロテインバー3本。プロテインバーはどこに入れよう。こっちに入れとくか。どのぐらい寒いかわからないですが、大きめのパーカーを、まあ山頂5度らしいんで持っといてもいいかなと。コーヒーをサイドポケットに。
8時42分あそこの駐車場からスタートしました。ちょっと曇ってるけど晴れるかな。今日は、まあ、休憩入れたら6時間から7時間ぐらいかかる気がするんですが、どのぐらいかかるでしょうね。駐車場から5分ぐらい歩いたところにトイレがありました。行っといた方がいいやつですね。陣馬山登山口、予定してたのはもう一個向こうの藤野駅からだったんですけど、どうしようかな。注意書きがありますね。登山者カード用、オンラインでやってない方はこういうとこ入れるんですね。入り口が先ほどありましたが、ちょっと私は違う方向から登山ルートを準備したんで、そっちから行こうかなと思ってます。しばらくは車道ですね。川が出てきて、ちょっと桜散ってますけど、桜が綺麗。綺麗。いい景色。ちょっと青空が出てきて、まだ全然ね、登山道じゃないんですけど、いい景色だな、ここ。ちょっと登ってきました。ルート的にはもうちょっと行くと登山入り口がある。こっちのルートはだいぶマイナーなんでしょうね。途中誰も出会えませんでした。ここか。奥には何もないんで、ここっぽいですね。北側に登っていく感じですね、これを。よし、行きましょう。行きますよ。富士の駅、看板見えない。まあ行こう。コースなんで、ちょっとゆっくり行こうかなと
います。今日はちょっと風がありますね。山頂もね、風が強い予報だったんで、ふう、全然登ってないですか。もう綺麗だ。いいね。どれだけ進んだかなと思ったんですけど、入り口からまた全然進んでませんでした。ちょうど動き出して1時間ぐらいですね。 2.3 キロ、ふう、行きます。急なとこが来た。急坂登るぞ。よいしょ。ロープがある。よいしょ。カメラ片手にロープは無理だな。行けたな。よっ。晴れてきた。行こう。前よりも服が入ってるんで荷物が重いですよね。その分ちょっとしんどいですね。平地区間終わり。登ってるね。よし、登るよ。ちょっと頂上っぽい映像じゃちょっと終わりでもいいですけど、これで何なんだろう。なんかちょっとランドマークっぽい感じですね。あそこ。
ージチェックポイント。ちょっと休憩。第一チェックポイントまで来ました。ちょっと休憩。ここまでね、誰もすれ違わなかったんですよ。やっぱちょっとここはマイナールートだったね。ちょっと人かけ、人かじり、よいしょ。栄養補給、いただきます。はぁ、あ。おいしい。目的地ここなんですよね。ぐるーっと回って。まだちっと割とあります。こうすればいいのか。ぐるーっと回って。目的地ここなんですけど。この辺はちょっと平坦っぽいですね。頂上。次のチェックポイントまでちょっとまた頑張っていってみます。あ、休憩したら足取りが軽いわ。適度な休憩が必要ですね。ちょっと寒いな。あ、またすぐ暑くなるでしょう。よいしょ。お、ベンチがある。イタドリサワの頭。誰かのメガネの忘れ物。ちょっと休憩所みたいになってますね。イタドリサワ。次の場所へ。なだらかゾーンは心地いいですね。足休め、体休め。なるほど、2.2 キロ。私はこっちへ行きます。2.2 キロ。私はこっちっぽいですね。こっちは違うと。ちょっとこっち行ってみます。でも下ってんだよな。めっちゃ下ってる。合ってんのか、本当に。違うっぽいですね。あっちだった。
ピアノをね、陽動パス。こっちだ。こっち。こっちでした。こういう地面で柔らかくて歩きやすくていいですね。よー、超ゲー、ジンバさん。あっちっすね。超ゲー。いきますよ。日向ってかわいい。分岐があるね。矢の尾根山頂。ちょうどこの赤いとこと分岐してるね。私はこっち。よし。風吹くとやっぱり寒いな。険しくなってきたね。険しいコース。なだらかコース。登る角度は一緒なんだけど。私はこっち。血圧が140以上であるとちょっときついですね。10メーター進んで休憩。繰り返しだな。
よいしょ。ちょっと右手でずっと持ってたんで疲れました。左手で持ち替えます。ちょっとブレますが、ここすごい、ずっと階段だ。なかなかの階段続くな。この階段だけで何分かかってる。トイレかな。ちょっとトイレの匂いする。テーブルが2つある空気場見たい。今ここで残り電池 30% ぐらい。陣馬山山頂ついて多分20とか 15% ぐらいなんですよね。全然足りないね。もう一台はだね。どっちもなくなってきました。
よし。神保さん行きましょう。休憩をするとね、軽快に歩けますね。きっと最初だけなんですけどね、無理なく。調子に乗るとね、怪我をするんでね。よいしょ。皆さんお元気だね。よいしょ。私はマイペース。ゆっくり行こう。半年ぐらいするな。あのぐらいになるんでしょうか、私は。関東ふれあいの道。高尾山口14キロもあるな。みんなそこから歩いてきたのか。あと400メートル。もうちょっと。あと100メートル。これを登ったら着くんじゃないですか。風がすごい。Thank you.
絶景ですね。よかったね。ちょっと風が強いですけどね。携帯のね充電をしながら朝入れたコーヒー飲んでちょっと休憩します。やっぱりこうたくさんの人と過ごすのと自分の体力のなさを痛感しますね。2リットルのお水はこのくらい飲みました。結構飲んだな。これを合わせると2リットルくらい飲んだよな。コーヒー美味しい。もうちょっと暑かったらいいんだけどな。美味しかったです。約9キロ歩いてきました。5時間。だいぶ休憩しながらちょっとずつだったんで結構遅いペースでしたね。こっから下りは2時間ぐらいかかるそうなんで、そうするともう4時半ぐらいですもんね。ゆっくりしてられないな。トイレに行ってバッテリーも多分ね 30% ぐらいには戻ったんで、下りはあんまりね録画しないと思いますけど、撮れるとこ撮りながら、写真撮りながら、また全然違うルートで帰るんで、捻挫しないようにちょっとゆっくりまた降りていこうと思います。にしても絶景だな。いい景色なんですよ。すごいですよね。じゃあ降りていきます。帰り道。このルート通る予定なんで、ね、こっちですね。こっちだね。よし、降りていこう。綺麗。ここで飲んでもよかったな、コーヒー。綺麗だよね。もう遅いな。うん。1の尾根コース、すごいな。絶景ですね。ちょっとこの体怖いな。調子に乗っていくのやめよう。いきなりめちゃくちゃ下るじゃん。
ということはこのルートを通ってきたら最後にめちゃくちゃ登ってたんだよ。結構きつかったね。ちょっと階段しんどい。ちょっとルートチェック。うん、合ってる臭い。よし、このまま行こう。今2時22分。下りは、どのぐらいかかるかな。上りみたいに、すごい遠回りをしていないんで、半分ぐらいでいけると思うんですけどね。ちょっと暗くなる前にね、降りたいとこですね。さっきちょっと滑りました。怖いんでね、慎重に降りていこうと思います。いや、もう下りはちょっとカメラ構えてられないな。映像を見てるとまたこけて捻挫してしまったらもうね、致命傷なんで、ここからはちょっと要所以外はカメラ回さないでちょっと降りていこうと思います。あー怖い。慎重に降りていきます。無理は良くない。ちょっと休憩所がありました。ちょっと休憩しよう。一の尾テラス。うぅ、乾いた。テーブルと椅子がありますね。よいしょ。休憩。今、3時半。あと1時間から1時間半ぐらいの、降りるのに時間かかりそうな感じしますね。怪我なく降りたいと思います。よっしゃー、休憩したんで、降りていきます。また気をつけて歩こう。それではまた、安全に行ってまいります。ここに来て、Apple Watch のバッテリーが残り 10% になりました。アップルウォッチの充電器は持ってきてない。どっか途中で切れそうですね。よし。下まで持って、お願いします。ついにアップルウォッチが、死亡しました。今何時？ 4時22分ですね。8時ぐらいから充電してなくて、8時間ぐらいですね。約8時間で電池はなくなりました。
ちょっとね、岩場が増えてきたんですよ。4、50分ってとこなんですけど。ちょっと暑くなってきた。ちょっと集落があるところまで降りてきました。まだなんかね、もうちょっとあれですよ。集落の近くを下っていく感じなんですかね。なんか舗装された道路が出てきて。桜がちょっとね、もう散っちゃいましたね。散ってる桜が綺麗。もうちょっと綺麗、もうちょっとあの辺が多分登山口入り口の看板があったとこですね。降りてきた。見慣れた景色が来ました。朝分岐のとこですね。私を向こうに歩いて行ったんですが、通り過ぎる方みんなこの道通ってあっちの方行ってたと思います。いやー、でした。駐車場がまだもうちょっとあるんですよ。ちょっと最後まで怪我なく歩いていきます。とりあえずトイレに行きたいよね。よっしゃ、駐車場に帰ってきました。あるとちょっと足が痛いですね。ちょっと待ってます。車が山でした。もう夕方ですわ。結構汚れましたね。水洗いしないと取れないですね。よいしょ、うん、合計休み休み8時間だったんですけど、ちょっとまだこの初心者山登り民には上りを4時間5時間は結構きついですね。まだ一気に上りきる体力と筋力がないですね。何ですかね。もうちょっと短い山の方がいいですね。上り2時間半から3時間ぐらい。いや、まあ3時間ぐらいおめどに、ちょっとあんまり休憩しなくてもいい、行けるまでちょっとそれぐらいの山を探しながら頑張ってみようと思います。検索ではね、6時間7時間ぐらいの山だったんですけど、いかんせん私が
全然体力と筋力はない、なかなかスローなレースでした。お疲れ様でした。本日の晩ご飯、実は登山中からすごい親子丼が食べたくて、で近くにラーメン屋もないし、なんか食べたいところもないんで、ほか弁で親子丼買ってきました。本日の晩ご飯これですね。よし、食前酒ならぬ食事の前にいつもプロテイン飲むんですけど、血糖値を上昇させるのはちょっと危険です。ほんとちょっとだけ糖質多めのご飯とか食べるときはラーメンとかもそうなんですけど、プロテイン飲んでからご飯食べるようにしてます。量も少ないんで、お水も少ないんで、よし、プロテイン飲んで晩ご飯食べます。おいしい。山から少し1時間ぐらい移動したんで、もうね真っ暗なんですよ外。岡弁寄ってこっち来て、今ちょっと7時前ぐらいですかね。ちょうどいい晩ご飯の時間になりました。いつももうちょっと早く食べるんですけど、では親子丼。炊飯器とかね、そういうの何もないんで、料理ね、ご飯物は何も作れないんですよ。8時間の登山の栄養補給に親子丼です。いただきます。あー、玉ねぎ美味しい。ちょっと卵、うん、染み渡りますね。美味しすぎる。いただきます。本当はプロテイン飲んでちょっと時間を置きたかったんですけど、もう無理でした。お腹が減りすぎて、うん、美味しいです。登山の駐車場からここまで戦闘的なのがなかったんですよ。ちょっと高い旅館についてるやつと1000円以上するような温泉しかなくて、本当に行きたかったところは今日お休みで、明日朝の9時から空いてるんですけど、もう今晩は本当はお風呂入ってサウナに入って疲れを癒したかったんですけど、もう早く寝て明日の朝もうがっつりお風呂ゆっくり入りたいと思います。ちょっと満足してしまいました。疲れてるからちょっとご飯がなかなか通らない。ちょうど濃い味で美味しいんですけどね。ちょっと今手元に今日の登山記録みたいなのがないんで、何キロ歩いて何時間で消費カロリーどのぐらいとかちょっと見れないんですけど、動画ではスクショしたものを載せますが、結構カロリー使ったんで、こんなもう親子丼食べたぐらいじゃん、全然 OK だろと思って、がっつり食べることにしました。本当は唐揚げとかね食べたいんですけど、多分お腹いっぱいで食べれません。美味しいわ。
最高ですね。さすがにこんな疲れた日は、ちょっと料理する気にもならないんで、外食かお弁当か。と思ったらやっぱり、お弁当ですね。本当はね、ここでビールとか飲みたいんですけど、ダイエットもね、やんなくちゃいけないんで。お酒ってね、カロリー高いんですよ。ご飯かお酒か、天秤に悩んだ時に、私はご飯でした。ちょっと太ってるのもあってね、やっぱり。登山ってしんどいと思うんですよね、太ってたら。なんで痩せるしかないですね。自分の限界を知る旅、一つのポイントだと思ったんで、限界ちょっと調べてみるつもりで、結構激しいところに行ったんですけど、限界はもうだいぶ超えてましたね。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。ごちそうさまでした。もう早く寝ようと思います、今日は。道の駅鶴、やってきました。今日はここに泊まろうかなと思ってます。ちょっとあんまりなんかね、泊まってる方いないんで、結構怖いんですよね。怖いんでキャンピングカーの隣に停めときました。結構新しい。トイレ綺麗そう。よし、夜モードにチェンジしていきます。それでは本日は早めの就寝をしていきたいと思います。今8時ですね。ちょっと寝転がりながら、ネットフリックスでドラマを見て、気づいたら寝てる感じだと思います。お風呂に入りたい。明日か。もう9時に直行ですね。では、本日もありがとうございました。